いやどうも。いやどうも。ああ先生。お久しぶりでございます。一週間ぶり、2週間ぶり。そう、1週間ぶりだよね。先週ね。そうですよ。俺実は夏休みもらってたのよ。そうそう、先週と今週も本当は夏休みなんだけど、はい、今週なんか絵の美術の授業やるっつうから、はい、俺もちょっと絵習いでえなと思ってよ。来たのよ。うん、そうなんです。夏休み何やってたんですか？いや、スイが忙しくて、スイが。もうスイカの時期だから。そうですよね。そうなんだよ。そう、あとさっき俺聞いてたけど、はいはい、来週のネタバレどんどんやってっかんね。あ、本当ですか？モノちゃん来週多分出る気がするんだけど、ネタバレなしたら、あとみんなが結構ね、この銅像もあるよってどんどんネタバレしてるんで、これ来週ちょっとね、内容考えなくちゃ。あー、これダメだ。多分社会の茨城キング多分困んじゃない？結構。困っちゃう。困っと思うよ。まあね。大変申し訳ございません。はいはい、それはさときですけど、はいはい、先生いんの？これ美術の。なんかね、いるんですよ。あ、そうなの？じゃあちょっと楽しみですね。はい、こんにちは。おー、どうも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 。みんな席についてますか？はいはい、あ、ついてます。はい。あ、ベッタロー先生、あ、ベッタロー先生何してるんですか、こんなところで。いやいや、絵を習いたいんですよ。ああ。絵を、なんか、教えてくれるって聞いて。あ、そうですか。だから一応生徒で来たんですけど。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、委員長と一緒に今日は勉強するっていうことで。はい、そうですね。あ、なるほど、なるほど。はい、よろしくお願いします。ベッタロー先生、あとでまたスイカくださいね。去年美味しかったから。あ、いや、スイカ重いからよ。あと、軽トラ乗っけてくと割れちったりすっべ。やっぱ、水戸まで遠いから。割れたまでいいですよ、無事。でも、カブトムシたがってくかもしんないけど、大事かな。あ、それはむしろうちは子供がいるから。あ、本当に。ああ、よかった。じゃあそうしますじゃあ、はい。子供いるんですか？天の声先生、子供いんの？どうかしら。今。次、多重中。じゃあ、それでは授業に行きましょうね。あ、終わりました。はい、先週と同じように、はい、今から、お題を出すので、そのお題を絵に描いてもらうという授業になります。なるほど。ということで早速1問目に行きます。はいはい、1問目はこちらです。お。わかりますか？書いてみよう。茨城県のシンボルの魚ね。ああ、魚か、県の魚。ああ、はい、そうですね。珍しいね、県の魚いるなんてな。うん、先週県の鳥を、ね、そうですね、委員長書いたんですよね。はい。なので今週は県の魚を書いてください。魚な。魚ね。魚。そうだな。委員長ちなみに日立ですよね。はい。日立の市の魚ってご存知ですか？え？ああ、日立の市の魚か。あ、なんだっけ。日立の市の魚？知らないですか？あー、知らない。日立の市の魚は、桜だこですね。うん、あー、桜だこだ。そうだ、言われてみればタコなんですけど魚じゃない。ええ、やべえ、なんか全然違うんだけど、俺イメージと書いたやつが何回も間違ってる配置がどうですか、そろそろ書けました？うん、書けたんだけど、はい、なんか間違ってる、完全に。委員長どうでしょう。これね、多分ね、大丈夫じゃないですか。あ、そっか、配置そっちか。じゃあ、そうだそうだ、早速出してもらいましょうか。はいはいはい、はい、じゃあ一斉にオープンしてください、はい、せーの。そうか、なるほどなるほど場所が違うんだ。あ、委員長それは何を書いたんですか？これですか？はい、ヒラメです。ヒラメ、はい。ベンタロー先生はちなみにそれは、これヒラメだよ。ヒラメバンズバンズ、うん、ヒラメがカレーかどっちかに見えると思うんですけど、ヒラメですこれ。エイではエイではないんですね。エイではない。まあ、エイにもな、見えるけどな。後ろから見たら、そうだな、下から見たらエイっぽいな。なるほどなるほど。じゃあ早速正解があるので正解を見てみましょう。正解こちらです。はい、ということで正解ヒラメですね。あ、はいはいはい。あ、なんか、あ、リアルだな。なんか近い。そうだな。これヒラメの、まあ、正解のポイントということなんですが、はい、まず、真ん中、なんだ、頭を手前に向けたときに、はい、左側に目があること。委員長の描いたヒラメは正解ですね。おー、やった、ね、一か八かだったけど、はい。そうか、そこが。基本的には左ヒラメの右カレーということで、左側に目があるとヒラメ、右に目があるとカレーなんですけれども、うん、一部例外もある。え？ヒラメっていうのは肉食なんです、実は。で、肉食なんですね。まあ、カレーも肉食なんですけど、ヒラメは主に、魚とかを食べます。うん、でも、カレーは、虫ですね。ゴカイとかそういうのを食べるので、ちょっとそこがヒラメ と、カレーの違い。実際左側に全てあるわけじゃないっていうことでした。あ、そうなんだね。はい、じゃあ、何、目離れてる場合もあんの、これ。目離れてる場合はないですね。これ間違いだね、これ完全にね。ベッタロー先生、それはちょっと後でね、職員会議ですね、それは。いやいや、はい、ね、両側にっていうか、あ、じゃあ片側に集中してるっていうのは分かったんですけど、はいはいはい、そうか、上の方に寄ってんのがあれだったんだな。そうですね。あ、
ペンタロ先生はやっぱり A ですね、どっちかだって。そうや、俺びっくりしたのよ。真面目に書いたつもりが結構可愛くなっちゃって。びっくりしたんだよね。可愛いですよね。そうそう、あのあれを書いたら、エラを書いたら可愛くなっちゃったの、急に。縦にすると、あ、逆ですね。お顔みたいなんですよ。そうだな。なんかしゃもじみたいですね。しゃもじ、ね、かわいいしゃもじですね。こういうしゃもじありますよね。ありますよね。はい、そうそう、ヒレもあれなんだね。これ上も下も全部あるんだ。うちら間違ったね、ヒレね。ね、そうですね。ちょろっとしか生えてないですね。うん、そうなんだ。なるほどな。じゃあ2問目にそろそろ行ってみましょうか。はい、じゃあめくってください。じゃあ2問目はですね、こちらを出題いたします。はい、2問目こちらです。空白。ん？空白を埋めよう。空白を埋めようっていうのはこの後絵が出てくるんですけれども、はいはい、そこの絵の空白に何が入っているのか、はい、まあ、そこを書いてもらうというものですね。じゃあ早速絵を出してみたいと思います。はい、こちら。あれ？あ、あ、ここ何入ってるか分かりますかね？これ分かんないよ、全然。これもう勘でいいですか？ベンタロウ先生、国はどちらでしたっけ？俺、上層市。あ、上層だとちょっと難しいかもしれない。ちょっと待って、これ前に行っていいかい？あの、生放送なんで申し訳ないんだけど、見えるのよ。先生が、先生いなくなっちゃった。先生、どこ行ったの、先生。これ後ろに見えるの何これ？海？これは、この角度からだと海ではないですね。地平線みたいなもんです。山なんですけどね、実際は。これ海近くはないです。あ、間違えた。間違えた。これちょっと、間違えた。ベンタロー先生難しかったかな、間違えた。あ、おし。軌道修正。お、でも、形がわかんねえな。これだって。あれ？あれ？ちょっと待って。あ、なんか、あ、まさか夢なず？これ有名なやつ。これ出さなきゃよかったな。有名なやつ？有名なやつ。有名なやつか。有名なやつよ。あのね、私もう分かんないから勘でいいですか？勘で有名なやつだった。ああ違う。勘で書くものかな。ああ違う、これな、なんだろう、なんかこれ、待って、ちょっと失礼しますね。委員長。委員長勝手に出歩かないでください。いやいやいや、あ、合ってる合ってる合ってる、ほら、大丈夫です大丈夫ですよ。あと一応後で来る携帯没収だからね、事業中携帯出して。いや、ダメですよ。これ分かんねえな、普通に分かんねえな。いやいやいや、だってこれ住宅街っぽいじゃん。住宅街、そうですね。で、実際立ってるとか住宅街のど真ん中ではないんですよ。向こうに見えるのは住宅街かもしれないんですけど、結構有名なというか、あの栄えてるところに立ってますね。いやでもな、俺もう一個のやつだと特徴はあんましねえと思うんだよな。茨城に関係してんだっぺ？茨城全体っていうか、まあこの辺りに関係というか、まあ、茨城では結構有名な建物。じゃあいっかな、これで。じゃあどうでしょう、オープンしますか。はい、はい、では2人ともオープンしてください。はい、ほい、ベンタロ先生、これは、あ、これ水戸の芸術館よ。水戸芸、うん、あ、水戸芸っつうんだ。水戸芸ですね。あ、モバゲーみたいだな。モバゲーみたいなもん。うん、なるほど。委員長は、あれです、同じです、水戸芸。はい、あ、なるほどなるほど。じゃあ正解の画像を出してもらえますか。正解こちらです。おお、あ、ちゃんと絵で描いてんのこれ。そうです、これが絵で描いてる写真じゃないですね。水戸芸術館ですね。ほら、どうこれ並べて出さなきゃよかったなと思って。二人ともこれ一応描いてるものは水戸芸術館ということで正解なんですけれども、まあ、なんでしょうね、どちらもあまり立たない感じですかね。いやいやいや、違う、あのね、こう聞いてください、うん、私、あの三角形の集合体なんです。あ、まあ、わかりますよ。俺も知ってるよ、それは。ただ、技術がねえからこうなってるだけだよ。水戸芸術館は、そうですね、はい、あの、今言った通り三角形です。全部三角形が出てきてます。はい、一辺がですね、9.6 メートルだったかな。はい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 、一辺 9.6 メートルの三角形出てきていまして、で、57枚使ってます。なるほどね。高さが 100m あるんです、これが意外と。意外と高い。標高 100m なだけ、実際は塔の高さ自体はそんな高くないと思うんですけど。で、これが三角形、一応時計回りにぐるぐる回ってるっていう時ですね。難しいわ、それは。そんな螺旋になってるなんて。でも、院長のスネークキューブだっぺ、どちらかというと。スネークキューブ知らん、知んねえべ、世代的に。この程度がして、スネークキューブに見えるから。ほら、スネークキューブ。スネークキューブですね。スネークキューブのコブラにでき損なっちゃったやつな。あれですか、キングコブラに作ろうと思ってんだけど、その、ね、ここは首ができてねえやつ。これ、なんか自己批判症の人たちもなんか、
通信教育でやってるみたいな自己表彰の人たちもなんか絵描いてアップしてほしいですね、うん、ぜひ。そうだ、そうですね、確かに、ね、ぜひ。そうだね、これ塔が 100m あるんで、はい、これ塔の上とかに登られるとちょっと危ないんで、ちょっとそれ、はい、気をつけてくださいね。これ今遠目にこれ人登ってるんですよ、これ。ちょっと危ないですね、これね。なんかそういえば、違ってなんかあんね。なんかチラチラしてる。アップになりますか、これ、遠の上の人。あー、安おじさんじゃない、これ。ダメだっぺよ。もう安おじさん、こんなとこ登ったらダメだっぺよ。しかも、すごいバランス感覚だよ、これ。なんでそんな先端に座ったの。これ、ちょっとお尻痛そうですけどね。そうなんですよ。完全にこれ、刺さってることで安定を保ってるからな、ある意味。じゃなくちゃ無理だってこれ。なるほどなるほど。こんなとこ多分刺して、ね、しかも結構足なんかブランブランって投げ出してご機嫌ですよ。身を挺して安定保ってな。顔だけは一応作ってっけどよ、笑顔でよ。こう大変だよ、これやんのも。ちゃんと帰ってこれたんだっぺね。うん、どうなんだっぺな。ね、ということで、今日、はいはい、これも今日も2問ということなんですけれども、お二人とももうちょっと絵の勉強をですね。いやー、いやー三角形な。どうです？いや、ダメ？俺最初あれかと思ってたんだよ。ひたちなかにあるG1 タワーだっけ？エレベーター、世界一のな、エレベーター塔あんだけど。水戸工場のあれですね。そう、はい、ただあまりにも形が普通だから、それねえなと思って、以上ちょっと芸術家にしたんだけどね。さすが院長だね、やっぱね。うん。あれ、よく見たら、足元がこう芝生っぽく緑になってたんで。うわ、こまげ。それでわかんの？そう、それであーと思って。ほんと、うんうん、あ、そうなんだ。よくやっぱ普段からよく見てねえとダメだな。じゃあな、うんうん、いい勉強になりました今日は。じゃあ、はい、じゃあ、はい、というところで今日の美術の授業はおしまいになります、はい、また来週来られたら来ます。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。